花粉の電子顕微鏡写真花粉症とは、愛型アレルギーに分類される疾患の一つ。植物の花粉が、花や、目などの粘膜に接触することによって引き起こされ、発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が特徴的な症候群のことである。枯草熱とも言われる。日本においては、北海道の大半と沖縄を除いて、 杉花粉が抗原となる場合が多い。抗害とみなす動きもある。枯草熱も医薬品等の効能に表記される医学用語であるが、この記事では、花粉症というように、古語現代語、一般名、疾病名の観点で呼び分けることもある。なお、ポレンアレルギーは花粉アレルギー、ポレンディジーズは花粉病の意である。主な症状は、くしゃみ、鼻水、 鼻づまり、目のかゆみとされ、一般に、花粉症の四大症状と呼ばれる。地鼻化領域においては、目のかゆみを除外したものを三大症状と呼んでいる。くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどは、アレルギー性鼻炎の症状であり、花粉の飛散期に一致して症状が起こるため、季節性アレルギー性鼻炎に分類され、その代表的なものとなっている。目のかゆみや流類などは、 アレルギー性結膜炎の症状であり、鼻炎同様に季節性アレルギー性結膜炎に分類される。抗議には花粉によるアレルギー症状すべてを指すこともあるが、一般的には蒸気のように花を呼び、滅症状を死祖とするものを指す。また、抗議には微症状のみを指し、滅症状は結膜花粉症、皮膚症状は花粉症皮膚炎、または花粉皮膚炎。 喘息の症状は、花粉喘息、喉の不快感などの症状は、アレルギー性喉頭炎などと別に呼ぶことがある。杉花粉飛散の前から症状を呈する患者も多くいるが、実際に動く微量の花粉に反応している場合だけでなく、季節特有の乾燥や冷気によるものもあると考えられている。患者は自己診断に頼らず、専門家の診断を受けることが望ましい。 ズダ様発作については、咳が多く出たり、呼吸機能の低下が見られ、重症例では、呼吸困難になることもある。そうなった場合は速やかに、救急医療機関を受診するか、救急車を呼ぶべきである。従来は、花粉の粒子サイズから、それらは、花で捕らえられるために、下軌道の症状であるズダなどは起きないとされていたが、近年の研究で、杉花粉の周りに帯びくる。 または、ユービッシカ子体と呼ばれる花を通過するサイズの微粒子が多数付着していることが分かり、それらを吸引することでズダが起こり得ることが分かってきた。二次飛散を繰り返すうちに一部の花粉が細かく砕かれるとの推測もある。花粉によってアレルゲン性の高さも異なり、花粉の種類と量によっては稀にアナフィラキシーショックを起こすこともある。重症者や 特にズダの気温症のある患者は、激しい呼吸によって、多量の花粉を吸引する恐れがあるような運動は、なるべく避けるべきである。果物などを食べると、口の中に、かゆみや、しびれなどを生じる高校アレルギー症候群を起こす、場合もある。特に北海道に多い白樺花粉症でよく見られる。他、関西で、多いヤシャブシ花粉症などでも見られる。リンゴ、桃、 梨、イチゴなど、バラ科の果実に反応することが多い。他に、メロンやトマトにも反応するという。これらはアレルゲンが極めて類似しているためと考えられている。高校アレルギー症候群も参照のこと。ヤシャブシブタクサカモガヤ。夏季は5から7月で、次のシーズン後に起こる花粉症の原因としても知られる花粉症を引き起こす植物は60種以上が、 報告されている。春先に大量に飛散する杉の花粉が原因であるものが多いが、ヒノキかブタクサ、松、イネ科、ヨモギなど他の植物の花粉によるアレルギーを持つ人も多くいる。特に杉花粉症患者の7から8割程度はヒノキ花粉にも反応する。また、イネと総称されることからもわかる通り、その花粉症の患者は個別の植物ではなくいくつかの イネ科植物の花粉に反応することが知られている。これらは花粉に含まれているアレルゲンが極めて類似しているため、交差反応を起こしている。花粉症には地域差もあると言われる。例えば杉の少ない北海道では杉花粉症は少なく、イネ科や白樺による花粉症が多い。中国地方、特に六甲山周辺において大量に植樹されたオバヤシャブシによる 花粉症が地域の社会問題になったこともある。北陸の稲作が盛んな地域では、他地域よりも半の木花粉症が多い。白樺、半の木、ヤシャブシ、オバヤシャブシなどは、高校アレルギー症候群を起こしやすい。アメリカ合衆国では、ブタクサ、ヨーロッパでは、イネカの花粉症が多い。北欧では白樺、東カバの木科の花粉症が多い。 花粉症の原因となる植物は、風に花粉を乗せて飛ばす風媒花が一般的であるが、職業性の花粉症に見られるように、その花粉を大量活長期にわたって吸い込んでいれば、どんな植物の花粉でも花粉症になりうると考えられている。職業性の花粉症は、数の人工事故に従事する栽培農家などによく見られるが、可動化が発症した例もある。なお、 セータカアワダチソウの俗名がブタクサということもあり、ごく一部で混乱が生じている。実際、過去に花粉症の原因植物と言われたこともあったが、セータカアワダチソウは中売花のため、原則的には花粉は飛ばさない。ただし、大群落を作ることが多く、こぼれた花粉が周辺に飛散してしまうことはある。同じ菊科のブタクサやヨモギ等の花粉に対しても、 交差的に監査が成立することもある。日本人の主食の米となる稲は、開花期が早朝でごく短く、水田で栽培されるため、花粉症の原因になることは少ない。原因花粉を突き止めるためには、アレルゲンの検査が必要であるが、身近にその植物があれば、患者自身でもわかる場合がある。花粉の観測を行っている施設は多いが、その多くは、 杉日の木の飛散期間のみであり、通年で行っていたとしても、ほとんどはビルの屋上などに装置を設置しているため、草花花粉についての正しい飛散情報を得ることは難しい。また、飛散範囲が局地的であることも、草花花粉の飛散情報を得るのが難しい原因となっている。花粉量は多い年と少ない年が交互になる傾向があり、花粉量が多い年を 表年、少ない年を、裏年という。花粉症は、患者が、空中に飛散している植物の花粉と接触した結果、後天的に免疫を獲得し、その後再び花粉に接触することで過剰な、免疫反応、すなわちアレルギー反応を起こすものである。アレルギーの中でも、イゲと肥満細胞によるメカニズムが大きく関与する、即時型の I 型アレルギーの代表的なものである。 同じ藍型アレルギーが主であるアトピー性皮膚炎では、方型のアレルギー反応も部分的に関与すると言われる。花粉症でも皮膚症状が出る場合は、方型が関与している場合もあると考えられている。ここでは、即時型の藍型アレルギーのみを紹介している。また、一つの仮説として、素細胞バランスを紹介する。観査性立花粉症の患者は、 症状が現れる以前にそのアレルギーの元になる花粉に接触している。目や鼻などの粘膜に花粉が付着すると、花粉内お及びオービクルからアレルゲンとなるタンパク質が溶け出し、マクロファージに取り込まれ、肘子であると認識される。この情報は、強制由来のリンパ球であるヘルパー T 細胞のうちの墨を介し、骨髄由来のリンパ球である B 細胞に伝えられる。 そして B 細胞はその花粉アレルゲンと特異的に反応する抗体を作り出す。抗体は本来体内に侵入した病原細菌や毒素などの異物を排除、無害化するためのものであり、人にはイグ、アイム、イガ、イグド、イゲの5つのタイプが存在するが、花粉症の患者で最も重要なのがイゲである。このイゲは血液や 粘膜中に存在する肥満細胞や抗炎気球に結合し、再び花粉アレルゲンが侵入して、意義に結合すると、様々な化学伝達物質が有利して、症状を引き起こすことになる。なお、意義が一定レベルまで、肥満細胞に結合した時を監査が成立したといい、発症の準備が整ったことになる。どの程度まで意義が蓄積されると発症するかなどは、個人差が大きいとされる。 また、異議のレベル以外に発症を誘引する因子があるのか、ないのかなどについても、詳しいことは分かっていない。いずれにしろ、ある年に、突然に、花粉症が発症したように思えても、それまで体内では発症のための準備が着々と進んでいたということである。このことを理解しやすくするため、一般にアレルギーコップという例えがよく用いられる。すなわち、 体内のコップに長期間かけて一定レベルの発症原因がたまり、それが溢れると突然に発症するというものである。一度監査が成立すると、原則的に花粉症の自然治癒は困難である。病原菌などに対する免疫と同様、花粉は異物であるとの情報が記憶されるためである。発症有利したケミカルメディエーターのうち最も重要なのはヒスタミントロイコトリエンである。 その他、不、トロンボキサゲーに、プロスタグランジン D2 などのケミカルメディエーター、各種のインターロイキンなどのサイトカインも症状に少なからず関係すると言われるが、花粉症の実際の症状においては、どれほどの影響があるのかなど、詳しいことは明らかになっていない。こうした症状そのものは、体内に入ってきた異物を体外に出すための反応であり、 また引き続いて体内に入ってこないようにする正常な防衛反応であると解釈できる。しかし、害のない異物と考えられる花粉アレルゲンに対して過剰に反応し、それによって患者が苦痛を感じる点が問題となる。症状を起こした粘膜では、血管から浸潤した炎症細胞からのロイコトリエン等によって、さらなる微粘膜の膨張が起こる。その他のケミカルメディエーターや、 酵素などにより組織障害も起きる。抗原爆露後6から10時間に見られる。自発症反応がこれでアレルギー性炎症と呼ばれる。こうした炎症細胞を呼び寄せるのも肥満細胞などから放出されるケミカルメディエーターである。症状が繰り返し起こることによって粘膜過敏性は増加し、症状は慢性化する。不可逆的な粘膜の飛行なども起こりうる。重症例では 花粉の飛散が減少、または終了しても、病変はすぐには改善されない。一つの仮説として、免疫系を制御しているヘルパー T 細胞のバランスが、関与するという考えがある。抗体酸性細胞である B 細胞に抗原の情報を伝達するヘルパー T 細胞は、酸性するサイトカインの種類により1型と2型に、大別される。これらのうち、インターロイキに4などを分泌して、 アレルギーに関わる意義を産生するように誘導するのはスニである。一方のスイッチは主に感染症における免疫反応に関わる。すなわちマクロファージやキラー T 細胞などを活性化させ、細菌そのものやウイルスに感染した細胞を障害する。B 細胞に意義を産生させ、いわゆる正常の免疫を作ることにも関与する。これらのことからアレルギー患者においては、 スニが優位に働いているということが言えるが、なぜスニが優位になるのかについては、よくわかっていない。幼少時における感染症が減ったためにアレルギーを起こしやすい体質になっているのではないかという説については、この仕組みが関与していると考えられている。成長期において細胞性免疫を獲得する機会が減っているため、おのずとスイチより、スニが優位になる人が多く、 アレルギー人口が増えたというものである。強く影響を与える感染症としては過去に国民病とも言われた結核が疑われている。微症状に限定すればやはり過去には多かった副鼻腔炎の減少の関与を考える場合もある。これらヘルパーティー細胞のバランスは出生後数ヶ月のうちに決まるとも3歳程度までのうちに決まるとも言われるが、後に 人為的に変化させることもできるという説もある。なお、人は体内にいる時や出生直後はもともと巣に優位の状態であり、また、巣チと巣には相互に抑制し合う関係にあるという。衛生化説とも言われる、この説は現在最も有力な説となっている。しかし、近年の研究によれば、単に巣チ巣にバランスによってのみ説明できることばかりではない。 こともあり、調節性 T 細胞の管理を考える説も出されている。衛生仮説を説明した、このスイッチ、スニパラダイムは1980年代後半に提唱されたものだが、広く免疫を考えるときに重要なものであることは現在でも変わりがない。衛生仮説の応用として、結核のワクチンである b c g 接種によって、花粉症の治療をしようという試みや、 結核菌と同じグラム陽性菌である乳酸菌の一種を摂取することが治療に役立たないかどうかの研究も行われている。菌の DNA の一部である CPG モチーフを抗原ペプチドと共に投与して原監査療法の効率を上げる試みもなされている。関連として環境中の細菌等が産生する微量の毒素が関係すると提唱する研究者もいるほか、最近では 医療における抗生物質の多様が関わっているのではないかという見方も出てきている。ピロリ菌感染との逆相関が認められることも報告された。花粉症の患者では原因植物の花粉に対する意義量が多いことは明らかであり、これがアレルギーを起こす直接の原因である。しかし、花粉症の原因となる花粉と接触してもすべての 人が花粉症になるわけではなく、イゲが多くても発症しない人がいる。またイゲの量と重症度とは必ずしも相関しない。なぜこうしたことがあるかについては、遺伝要因や環境要因など様々な要因の関与が考えられているが、全貌は明らかになっていない。遺伝要因については、広く体質と呼ばれるものが相当する。しかし、抗議の体質は、 遺伝による体質と出生後に後天的に獲得した体質とが混同されているため、これらは分離して考える必要がある。アレルギーになりやすい遺伝的素因、すなわち異形を産生しやすい体質は劣性遺伝すると考えられており、それを規定する候補遺伝子は染色体119や59などに存在すると言われるが、確証はない。こうした遺伝的要因については、 人間賛成に関わるもののほか、各種のケミカルメディエーター有利のしやすさや、需要体の発言のしやすさの違いなども考えられている。どんな物質に対してアレルギーを起こすかということも遺伝的に規定されているとの説もある。大気汚染や生活環境の変化、衛生環境の変化による人体の免疫作用の変化との関連が指摘されており、下記のような調査が進められている。 建築用木材のための杉ひのきの大量植樹、もともと日本の森林は、紅葉樹を主体とした、多種多様な樹木が分布しており、森林の90%近くが紅葉樹であった。しかし高度経済成長による、建築用木材の需要増大で生育が早く、加工が容易でまっすぐに成長する杉や、ひのきなどの新葉樹の植樹が各地で行われた。その結果森林全体では、 信葉樹が50%を占めるようになった。人工林では99%が信葉樹となっている。高度経済成長の収束や海外から安い木材が輸入されるようになると、日本の信葉樹林は放置され大量の花粉を排出するようになった。杉やヒノキは樹齢30年を過ぎると子孫を残す段階に移行するため、特に多くの花粉を排出するようになる。 近年の花粉症患者の増大はそのためと考えられる。また、針葉樹は動物の食料となる好みがならず、針葉樹林は緑の砂漠と言われる。針葉樹林の増加は人間だけではなく森に住む動物にとっても深刻な問題である。自動車排気ガスによる大気汚染の関与ディーゼルエンジンの排気ガス中に含まれる微粒子や ガソリンエンジンからも排出される窒素酸化物、オゾンなどに長期間暴露されることにより、花粉アレルギー反応の指揮を下げる、アレルギー反応を増幅するなどの影響が指摘されており、様々な実験、調査がされている。NHK 地上 TV でも排気ガスと花粉の化合物の問題を取り上げ、幹線道路沿いの住民が花粉症発生率が高いと報道した。また、 そもそも、東京都内など、ほぼ全域にわたって、大気汚染物質の濃度が高いところでは、疫学的研究による差が出にくいことや、動物実験について、臨床との差異があることを理由に結果を否定しようと、する向きがあること、PM2.5 など、これまで十分に測定されていない物質の影響が調査できていないといった問題もあることから、環境省や大気汚染が進む。 自治体などでは、より広範な情報収集、調査を行うための観測地域や対象物質の拡大といった観測体制の整備が進められている。自動車排気ガス以外の浮遊物質の関与待気汚染物質としては、前述の自動車排ガスのほか、自動車タイヤと道路の摩擦から発生する道路粉塵、タバコの煙や換気の悪い室内での暖房時に出るガス状物質、 交差や土ぼこりなども症状を悪化させるという報告がある。都市化の影響都市化との関連については別項にて述べているように、それによりいつまでも空中を漂い続ける花粉数が増えているという説もある。その他、従来からの日本式家屋とは異なる、高機密の住宅が普及したことも花粉症が増えた原因の一つではないかという考えがある。 高気密ではあるが高断熱ではない住宅では局所的に湿度が蓄積され安く不十分な換気などによってダニカビが繁殖しやすい環境になる。これによって幼少時期のうちからハウスダストに対するアレルギー性鼻炎や小児喘息などを発症し中にはそれが原因で花粉症にもなりやすくなっている人もいるとの考え方である。すなわち何らかのアレルギーになると それがきっかけで違うアレルギーにもなりやすくなるというものである。逆に、そうした時期にアレルゲンを経つと、アレルギーになりにくいとの研究もある。例えば妊娠期及び授乳期に卵を厳格に除去すると、卵に対するイゲが低地であるだけでなく、ダニに対するイゲも低地であったという研究もある。しかし様々なデータがあるため、現在では、それらの関連は不明である。しかし、 こうした住宅事情の変化は、ハウスダストアレルギー増加をうまく説明しても、前述のどのようなアレルゲンに反応するかは、遺伝的に規定されているという説によれば、これが花粉症増加の原因であるとは言い難い。ただし花粉症患者のかなりは、その発症以前にハウスダストアレルギーを発症しているという事実もあり、花粉症の素因を持った人の発症時期を早める影響は否定できない。 そうであれば、高機密住宅の多い都市部に花粉症患者が多くなることも、ある程度は説明ができる。都市生活ならではのストレスや食生活の洋風化などについては明らかなことはわかっていないが、個人により影響を強く受ける人もいるかもしれないとは考えられている。特に食品中の様々な栄養成分とアレルギーとの関連は実験的なデータや理論はあるものの、 疫学的に実証されているとは言い難い。健在などから発生する有毒化学物質や食品中の添加物の影響を考える向きもあるが、花粉症との関連は調査されていない。授乳時の人工栄養や早期離乳などについてはいくつかのデータがあるが結論はなされていない。不法は脂肪酸オメガマイナス6系とオメガマイナス3系のバランスが崩れているという仮説も、 ある。炎症性のあるロイコトリエンやプロスタグランジンのようなアラキドン酸化スケードの原料であるオメガマイナス6脂肪酸の取り過ぎと代謝酵素が共通しているために喫抗関係にあるオメガマイナス3脂肪酸との摂取バランスが崩れてアレルギーが弱気されやすくなっているとの報告もある。リノール酸、アルファーリノレン酸は必須脂肪酸である。花粉症の検査はその症状が アレルギー反応であることを証明することアレルギーの原因となっているアレルゲンを特定することの2点が重要であり、そのための検査が行われる。なお、花粉に限らずいくつかの代表的なアレルゲンは日本においては定期検診のオプションメニューで受診ができる場合もある。日本で行われているアレルギーテストは血液検査のロスとのみであることが多い。 しかし、ロストには陰性でも、欧米で、一般的に行われている感度の高い皮膚テストが、行われずに、皮膚テストで、陽性の患者の原因アレルゲンの特定が不可能になることがある。ロストよりも、感度の高い皮膚テストを行うことによって、患者の原因アレルゲンの特定をより正確に行う、ことの必要性を主張する医師もいる。実際の重症度を調べるには、患者自身が、 アレルギー日記をつけるのが一番の方法である。この利点としては、自分の重症度や日による症状の変化などを把握できるため、アレルゲンが特定できていない場合、それを推定するのに有用となることがある。しかし、重症度と QOL の障害は別物であり、近年は、この QOL を重視する方針での治療が推進されるようになっているため、 治療の経過を判断する材料にはなるが、それだけで判断することはない。一般的には、花粉症の治療を受ける場合に適した診療科は、自備咽喉科であるが、アレルギー増加に伴い、大抵の医師は一定レベルの知識を有している。よって、内科などでも十分な治療が受けられることがある。小児の場合は、慣れているという点で、小児科の方が良いことがある。 同様に妊婦及び授乳婦の場合は、産婦人科の方が融通が効くことがある。ただし、症状がひどい場合は、その部位の専門医に相談する方が良い。すなわち鼻や喉の症状であれば耳鼻咽喉科、目の症状であれば、眼科、皮膚症状がひどい場合は、皮膚科が適する。これらの診療科とともに、アレルギー科の標榜がなされていると、なお良いと言える。ただし、 アレルギー化を標榜している医療機関に必ずしもアレルギー専門医がいるとは限らない。アレルギー専門医を調べるには、日本アレルギー学会や日本アレルギー協会に問い合わせると良い。アレルギー学会のサイトにて調べることもできる。なお、自治体の保健所などが相談体制を整えつつあるので、まずはそこで相談するのも良い。 治療は目的や方法によっていくつかに分けることができる。高アレルギー薬的薬剤の分類や呼び方は少々の混乱が生じている。専門家における故障と一般に広く用いられる。故障も異なったまま慣用されている。花粉症はアレルギーであるため、その治療に用いられるものは高アレルギー薬と言える。それらは薬理作用により以下のように対別できる。 肥満細胞からのケミカルメディエーターの有利を抑える。もの有利された後のケミカルメディエーターの作用を阻害する。もの専門的には、1の有利抑制作用のみを高アレルギー作用と呼ぶ。よって、1の有利抑制作用のある薬のことを高アレルギー薬と呼ぶ。これは、初のケミカルメディエーター有利抑制薬である、クロモグリグ酸ナトリウムのことをヨーロッパの一部において、 抗アレルギー薬と呼んだことに由来している。しかし、有利抑制作用を持つものを、抗アレルギー薬と呼ぶと定義すると問題が生じる、ことがある。高ヒスタミン薬の中には、高ヒスタミン作用の効果だけでなく、ケミカルメディエーター有利抑制薬及び、ケミカルメディエーター有利抑制作用を持つものがあり、第二世代高ヒスタミン薬も、抗アレルギー薬に含まれるという分類になる。 患者向けとして広く、一般に用いられている故障は、これが多く、第2世代抗ヒスタミン薬は、抗アレルギー薬として普及してしまっている。一方、ケミカルメディエーター有利抑制作用のない第1世代、抗ヒスタミン薬は、単に抗ヒスタミン薬と呼ばれることが多い。こうした薬剤の分類や呼び分けは、医師、研究者や治療する疾病の分野によって、やや異なることがある。 一般向けに出版されている書籍での説明や、インターネット上の花粉症、アレルギーの説明を行う各種サイトによっても微妙に異なる場合がある。例えば、第二世代抗ーヒースタミン薬をさらに細分化し、第三世代とのカテゴリーを設ける医師、研究者もいる。過去にケミカルメディエーター有利抑制薬のことを体質改善薬ということがあったが、抗ーヒースタミン薬とは、 作用基準が異なる事実において、そのように呼ばれただけであり、いわゆるアレルギー体質は改善されない。アレルギーの発症を予防する効果もない。便宜的に患者に対して、そう説明されることがある。薬物の特徴第1、第2を含めて、症状を抑えるという対照的な治療効果であり、根治薬ではない。薬物作用治療の実際ステロイド薬外用ステロイド薬は、 有利抑制作用や受容体気候作用などといった限られた作用ではなくアレルギーのメカニズムのほとんどを抑制する。抗炎症作用も強く多くはこの作用を期待して用いられる。しかし強力にアレルギーを抑えるということは免疫そのものも減弱させるということでもあり不必要な長期投与など不適切な使用によって他の感染症を招いたり 体内のホルモンバランスが崩れることにより、重い副作用や、後遺症が現れることもある。その他の副作用も多く知られている。治療の実際、巣に活性阻害薬アイプドという酢に活性阻害薬が、症状に応じて使用されることがある。アイプドは、アトピー性皮膚炎や、気管支喘息でも使われる薬剤である。花粉症では、巣に細胞活性の更新。 サイトカインの中のイルマイナス4イルマイナス5の酸性の増加が見られることがあるが、この薬剤は酢に細胞の活性を低下させ、イルマイナス4イルマイナス5の酸性を抑制する作用があり、効果があるとされる。ただし、速効性はなく、効果が現れるのに数週間ほどの時間がかかるという特徴がある。自律神経作用薬鼻詰まりが強い場合、 いわゆる血管収縮剤と呼ばれる薬剤の点尾薬が処方されることがあるが、連用すると効果が弱まるだけではなく、かえって鼻詰まりがひどくなり、依存になることもある。そうした副作用が出やすいため、短期間に限って処方されることが多い。鼻詰まりがひどい患者が、ステロイド点尾を行うとき、薬剤が鼻腔内に入っていきやすいように、 あらかじめ微粘膜を収縮させるために用いる場合がある。この種の薬剤は市販のほとんどの点微薬に含まれており、速効性と高い効果があるため、説明書の注意書きを守らずに乱用してしまいがちである。花粉症に使われる市販薬で一番問題になるのが、この点微薬の副作用である。幼児の場合、稀に重い副作用が出ることもあるので使用を避けるべきである。 血管収縮剤は、充血を取ると称する市販の転眼薬にも多く、含まれており、やはり連用すると、かえって充血がひどくなることがある。副交換神経遮断薬である抗コ,コリン薬は、エアゾール剤の関係で製造を中止している。薬物治療の注意点病気によっては禁忌となっている薬もあるので、持病のある人は、たとえ気軽に買える市販薬であっても、その使用については、 医師、薬剤師に相談すべきである。他に薬剤を常用している人や、乳幼児、小児、妊婦、授乳婦も同様である。何らかの副作用を感じたら、早めに、医師、薬剤師に相談すべきである。作用と副作用とのバランスを考え、効果が不十分なものであったり、眠気などの副作用があまりに日常生活に支障があるようであれば、違う薬を呼び、 治療法に変更してもらうようよ医師に相談することも大切である。あまり物分かりの良くない医師であると感じたら、病院を変更するのも一つの方法である。花粉症の確実な根治療法はまだ確立されておらず、アレルゲン免疫療法が最も根治療法に近い。広く免疫療法とも呼ばれ、講義では変調療法とも言われる。一般的には、 下記の抗原特異的アレルゲン免疫療法を指す。風の見解書では、アレルゲン免疫療法が花粉症の自然経過を変える、唯一の根本的治療法として記述されている。花粉症の症状の治癒と予防に関しては、臨床上の観察において、アレルゲン免疫療法以外の治療では、治癒や予防は期待できず、花粉やダニの免疫療法の必要性を解く医師もいる。 20世紀初頭より、ドキソイド研究から派生した、抗原特異的アレルゲン免疫療法は大別すると、皮下投与による原監査療法と、蛍光投与による舌下原監査療法とに大別される。アレルゲン免疫療法は、薬物療法とは異なり、治療終了後もアレルギー防止効果が持続する点が特徴である。一方、現在承認されている、 治療方法では毎週月1回程度の通院治療が必要であり、完全な効果を得るには2数年程度継続する必要がある。舌下原監査療法は在宅治療が期待されるが、日本においてはアレルゲンワクチン上は未承認である。花粉症のアレルゲン免疫療法は花粉シーズン前から開始するという効性が高い。2007年時点では米国では、 数十種類の標準化アレルゲンワクチンが上司されているのに対して日本においては標準化すぎアレルゲンが上司されているに過ぎない。日本においても標準化アレルゲンワクチンの多様化を期待する意見がある。直接アレルゲンをアレルゲンワクチンとする抗原特異的アレルゲン免疫療法以外にも限定的ではあるが、一食位的アレルゲン免疫療法も存在している。 現監査療法において日本で使用されている皮膚テスト用のアレルゲンは12種類しかない。それに比べて公益財産法人日本アレルギー協会を通して入手可能な米国政府承認の皮膚テスト用アレルゲンは64種類ある。皮膚テスト用アレルゲンと治療用アレルゲンワクチンを共に多様化することで日本のアレルギー診療の質が向上可能だと指摘する医師もいる。 ゼッカ免疫療法ハンドスプレー式の容器に薄めた花粉エキスを入れ1日1回口の中にスプレーする治療法。最初の2週間は専用のスプレーで少しずつ量を増やしていき、3週間目から専用のボトルで一定の量を服用し続ける。難点は治療期間が3年以上と長いこと。すべての患者に有効ではなく、何らかの改善が見られるのは70%に。 止まっている。2014年10月より保険適用となる絶過玄関化療法とも呼ばれている。遺伝子組み換え米療法レーザー手術美内部のアレルギー症状を起こす部分の粘膜にレーザー光線を照射して照射区し、その部位を変質させることで鼻水、鼻詰まりを抑える治療法。原則的には鼻詰まりの治療法である。保険が効くが、 美容整形クリニックなどで自由診療として行っている場合がある。レーザー照射をしてから数日は傷のために花粉症以上の鼻水が出て苦しむこともある。一般的にはシーズンの1から2ヶ月前に予防的に行う。効果の程度は個人差があり有効でない場合もある。効果の持続は整形手術などとは違い、短ければ数ヶ月。 長くて2年程度のことが多い。そのため毎年行う患者もいるが、そうした繰り返しの処置による不可逆的な組織の変化、すなわち後遺症については、歴史が浅いこともあって明らかな知見はない。安全だという医師もいれば、毎年流行らないという方針の医師もいる。細かく見れば、レーザー光線の種類や術式の違いもある。言うまでもなく鼻の処置であるため、目の症状には、 効果はない。その他の処置、治療レーザーと同様な原理で、微粘膜に対する超音波ミスによる処置や、高周波電流を使った鼻の処置が行われている。薬剤の塗布によって、微粘膜を科学的に焼く方法もある。治療成績や後遺症については、レーザー同様、確立した知見はない。特に通気性の改善のため、 微中核湾曲など鼻の気質的な異常に対する手術も行われる。最近では入院が前提となる合尾神経切断術と同時に行うことにより半永久的根治治療を行うことが可能である。鼻水がひどい難治例にはビディアン神経切除術なども行われる。麻酔科からのアプローチとして首にある正常神経節のブロックという方法も行われる。 治療成績は明らかでない。目の涙管に抗アレルギー薬を注入するという治療法も一部の眼科で行われている。これは保険適用外。その他、その医師の独自の考え方により特殊な治療法が実施されることもある。治療成績はもちろん安全性についても明らかでないものがある。漢方薬による治療漢方薬による治療も行われる。 従来の漢方専門薬局のみならず、総合病院や開業医でも扱うことが増えてきており、漢方科を設置するケースも見受けられる。有名メーカーの下流液素材は、医療保険対象のものが多い。元来、漢方薬は、症状ではなく、個々人の体質によって薬を選択するので、漢方専門家の診断と、予後経過観察しながらの投薬の種類や、 容量の適宜変更が必要であるが、西洋医は効果のマイルドな薬という観点で、西洋薬学的に用いることが多いため、時に蒸気の高ヒスタミに薬など西洋薬との併用も行われるが、そのような運用手法は、東洋医学的には誤りであることも多い。西洋医は、東洋医学には精通していないのが主因である。例えば、小青粒医は、水気の溜まった肺や、 気管子を乾かし熱を帯びさせるが、その予後を経過観察せず飲み続けると、今度は鼻炎など炎症が悪化してしまうという具合である。適度の鼻水で潤されるのも、きちんとした生理的理由があるのである。迂闊に症状をとるだけでは、漢方医療とは言えない。よく誤解されているが、漢方薬なら副作用がないというのは誤りである。特に小生流油や、 格好輸入が暗有される魔王は体質や服用量により動機や血圧上昇などが起こる可能性があるので服用にあたっては熟達した漢方薬剤師か漢方処方経験に厚い西洋医師に運用を依存するべきであるメジャーな漢方材料による副作用は他に肝臓によるニセ性アルドステロン症や滋養と大王などでの下痢、再コ処方による血流や 体温の低下に伴う衰弱の進行した重病患者の合併症増発などが代表的。虚弱体質の人が小細胞湯を飲んで冬の山に行くと凍えて動けなくなってしまう恐れすらある。消炎作用が強いためである。この場合はせめて細胞慶歯湯などに処方を変えなくてはいけない。花粉症によく用いられる漢方薬、小生粒湯、葛根湯、細木湯。 小細い子湯、K、アクタレン業湯、魔王不死議最新湯等、補充液油、ロッククン子湯、ニンジン湯、等子のように症状を抑える、速攻性の薬のほか、長く飲み続けて体質を変えて根治を狙うとされる種類の薬もある。体力と免疫力の落ちた状態、血行の悪い部位、リンパの蓄積でむくみがある状態では、 アレルギー物質に弱くなり反応が悪化するというように気血水や胸は効くまんなどの理論に基づいた基礎体力をはじめとする体質改善の方が対症療法よりも効果が高いケースも多いにしてある体質が弱体化したまま対症薬だけ服用しても山火事に放水するに等しいなどという例えられ方をするむね女性の妊娠 授乳期にも比較的安全と言われる処方が多いが、逆に妊婦には近忌の処方や、望ましくない副用量、副用法もあるので、処方箋を出した主治医に事前に相談することが望ましい。これも漢方に副作用はないという風説と同じく、眉唾と言える。ハーブによる、緩和ハーブによる発症抑制、緩和が注目されている。高アレルギー作用のあるネトル。 抗ウイルス効果の高いエルダーフラワー、免疫力を強化するエキナセアが特に注目されるほか、鼻通りを良くするペパーミントや鼻の粘膜に効く、レモンバーム、鼻炎に効果の高いカモミールや殺菌力で知られる床に、気管支援に良いとされるブルーマロー、目の粘膜を強くするアイブライトなどにも緩和効果があると話題にされることが多い。いずれも健康茶の息であって、 ステロイド剤のような強力性や漢方薬ほどの薬用性、速効性はないが、シーズン中の常用茶として利用することに有意義性が見られる。最近の流行で、ハーブティー専門店にてこれらハーブが調合されたブレンドティーが多く発売されている。抗体ダチョウの卵黄を利用し、作られた高すぎかダチョウ抗体、コーヒーの木かダチョウ抗体、 抗体を含んだスプレーの塗布や喉飴として摂取することで、花粉症の症状を緩和する作用がある。代替医療、民間療法には、食品や飲料の摂取などのほか、様々なグッズ類を使用したり、神経などの伝統医療や生態、医師によらない、漢方治療、エネルギー療法などがある。これらの成分とビタミンミネラル等を配合した、サプリメント類や清涼飲料水など、 いわゆる健康食品類も多く出ている。2007年2月、杉花粉をカプセルに詰めた健康食品にて、服用した患者が一時意識不明になるという事故が起きた。厚生労働省は、残念ながら民間医療の多くに十分な効果の根拠があるとは言えません。安全性が危惧される民間医療も指摘されています。としている。原の回避と除花粉症の症状は、 アレルゲンと接触した時にのみ現れるので、花粉との接触を断つことが最も効果的な対策である。アレルギーの原因に遡って対処するため、原因療法と言われることもある。症状が出てから対策を行うのではなく、症状が出る前から予防的にケアを開始すると、より有効である。すなわち自分で行う初期治療である。アレルゲンとの接触を続けていれば、 抗体値も上がり、症状もひどくなる。すなわち、薬剤治療により、症状を抑えているからといって、何の対策もしなくてよいということにはならない。患者にとっては、こうした、セルフケアは最も基本的なことと言える。その他の対処法近代医学的な記録で最古のものは、1565年のイタリアの医師、レオナルド・ベタラスによるものとされる。 バラ熱と呼ばれる症状で、記録によれば、その患者は、バラの花の香りを嗅ぐと、くしゃみや、かゆみ、頭痛などの症状を起こすという。原則的にバラは花粉を飛散させないため、花粉症であるとは言い難いが、現在でもローズフィーバーは、晩春から、初夏の鼻炎様の意味で、ヘイフィーバー同様に用いられることがある。花粉症であることが確かな最初の臨床記録は、 1819年にイギリスのジョン・ボストックが春、秋の美症状、喘息、そ流類など牧草の干し草と接触することで発症すると考えられていたヘイフィーバーと呼ばれる夏風様症状について報告したものである。彼自身も長年にわたって症状に苦しめられたと言うが有効な治療法は発見できなかったという。彼は最初これを書き語ると呼んだ。 発熱は主要な症状ではないので、粘膜の炎症を示すカタルの方が適切ではあった。この報告の後しばらくの間、この症状は、ボストックのカタルと呼ばれたと言われる。1831年には同じくイギリスの J ・エディオットソンにより、証明はなされなかったが花粉が原因であろうとの推定がなされた。そして1872年、北、アメリカでブタクサが、 ヘイフィーバーの原因であるという報告がなされた。ブタクサはヘイではないが、その当時すでにヘイフィーバーという名称は定着していたと考えられる。その後、イギリスのチャールズ・エイチ・ブレイクリーによってヘイフィーバーは気温の変化あるいは花粉が発する刺激性の匂いや毒素などが原因とする考えが実験的に否定された。彼は空中花粉の測定、微妙発試験や 皮膚試験など、現在でも通用する試験を行って、イネカ花粉症を実証し、自発症反応にさえ言及した、著書、枯ク草熱あるいは、枯ク草全息の病院の実験的研究を1873年に表した。これにより、ヘイフィーバーは、ポラノシスと呼ばれるようになった。これらのことから、自らも花粉症であったブレイクリーは、花粉症の父と呼ばれている。 しかし、アレルギーという概念が成立するには20世紀になるまで待たなければいけなかったため、この段階では花粉に花瓶に反応する人とそうでない人がいるということしかわからなかった。日本においては、1960年代に次々と報告されたブタクサ、カモガヤ、杉よもぎなどによるものが花粉症の始まりである。しかし、その正確な出現時期はわかっていない。 例えば杉花粉症の発見者である斉藤陽造は1963年に花やめにアレルギー症状を呈する患者を多く診察したのが花粉症に気づくきっかけとなったというが過去の記録を調べ毎年同時期に患者が急増することを確認しているまた1989年に65歳以上の自備院公開士に対してアンケートを行った結果 初めてスギ花粉症と思われる患者に接したのは1945年以前であるとの回答が4.7%あったなど、総合的に見てスギ花粉症の発見以前に患者に接していた医師は回答者の4分の1に達したとの調査がある。さらに、高齢の患者を調べたところ、戦前の1940年以前に発症したと見られる患者もいた。 1935年と1939年には空中花粉の測定が行われ、空中花粉数は少なくないが、花粉症の原因となる花粉は極めて少ないと報告された。戦後、新中軍の軍医により調査がなされ、飛行風土などの関係により、日本での豚草及び稲科の花粉はアレルゲンとして重要ではないと結論した報告が1948年に、 なされた。これらにより、日本における花粉症の研究及び患者の発見、報告等が遅れたという指摘がある。1960年後半時点でも、依然として花粉症の知名度は低かった。1969年11月の朝日新聞では、豊島病院医長の発言を引用する形で、日本では花粉アレルギーは稀とされてきたが、 最近は患者が増えている。アレルギー鼻炎と言われる人の1から2割は、花粉で豚草、草もどきなどによるものが多いとの記事が掲載された。この時点では、杉は全く問題視されていない。1970年代中頃から、杉花粉症患者が急増した。特に、関東地方共通の出来事として1976年に、第一回目の大悲惨があり、 その後百七十九年、九百八十二年にも杉花粉の大量飛散と患者の大量発症があり、全国的ではないにしろ、ほぼこの時期に社会問題として認知されるに至った。花粉症という言葉が行動等で一般的に用いられるようになったのもこれ以降である。二、杉の花粉症に苦しんだのは、モンドというサブタイトルが付けられていることから見て、この時点では、 すでに広く知られている言葉であったと考えられる。原則的に自然治癒は期待できないため、毎年のように患者数は累積し、現在では花粉症といえば杉花粉症を指すと思われるほどになっている。花粉症のおよそ80%は杉花粉症と言われ、新たな国民病とも呼ばれる。なお、日本初の花粉症の報告は、1960年の 荒木によるブタクサ花粉症であり、ついで1964年の杉田、古谷による鴨ヶ谷花粉症、堀口、斎藤による杉花粉症、1965年の寺尾、篠田による稲花花粉症、佐藤によるイタリアンライグラス花粉症、1967年の阿賀妻によるヨモギ花粉症などの順である。環境が清潔すぎると、 アレルギー疾患が増えるという衛生仮説は非常に話題となっていたが近年ドイツを中心とする医科学チームの研究により入浴時期におけるエンドトキシンの曝露量が以後の花粉症や全息の発症に密接に関係していることが明らかにされたこれは入浴時期の環境が清潔すぎるとアレルギー疾患の罹患率が高くなるという衛生仮説を裏付ける重要な報告である また、これらの研究を取り上げたドキュメンタリー番組、病の起源第6週アレルギー2億年目の免疫変が2008年11月23日午後9時,9時49分に NHK 総合テレビで放送された。厚生労働省の調査によれば、平成22年時点で日本国民の約30%が花粉症であると言われる。1994年の花粉症を含めた、 アレルギー性鼻炎の調査では、その患者はおよそ1800から2300万人と推定された。2005年末から2006年にかけて行われた、首都圏8都県市によるアンケートでは、花粉症と診断されている人が21%、自覚症状から、そう、あくまでも参考値ではあるが思うという人が19%、すなわち花粉症患者は40%という数値が、 出されているまた、ロート製薬によるアンケートでは、16歳未満の3割が花粉症と考えられるという。その他、病院への受診者の推移などから、1970年代に患者数は3から4倍に増加したとの報告がある。使われる医療費は、1994年の推計では、年間1200から1500億円とされた。 1998年の調査では、有病率10%とした場合の年間医療費が2860億円、労働損失が年間650億円と推定された。なお、第一生命経済研究所の試算によれば、患者が花粉症対策に用いる費用は639億円に、上るがシーズン中の外出などを控えるために、 1>, 1から3月の個人消費が7549億円減少するという。杉がない沖縄県や北海道へ、花粉を避けるための短中期の旅行に出かける患者が増えているという。旅行会社がそうしたツアーを売り出すことも行われており、観光資源の一つとして、誘致に名乗りを上げる地域もある。患者が移住した例も報道された。医学的に見れば、天地療養と言える。 一般に精査に関する、疫学的調査の件数は少なく、はっきりとは分かっていないが、少なくとも精査は見られないとする文献が、複数存在する。花粉症患者の多くは、花粉症だけでなくダニーや、ハウスダスト等を抗原とする、通年性アレルギー性鼻炎を患う患者も多い。通年性アレルギー性鼻炎については、男性の発症が多いとされる報告があるため、 花粉症についても一部に男性に多く発症するような表現が見られるが、疫学調査の対象患者には花粉症患者であるとともに、数年性アレルギー鼻炎患者も対象に含まれている影響を受けている可能性が高く見かけ上男性が多く見える場合でも花粉症のみの結果として容易に結論付けられないとの指摘がある。年齢が高い人よりも低い人の方が 症状が重い人は多いと言われている。また花粉症の人を対象とした調査から花粉症の発症年齢が低いほど症状が重くなる傾向が明らかになっている。自然治癒率についての確立した知見はないが、概ね1から2割と言われる。すでに述べたように、ヨーロッパではイネ科の植物、アメリカでは豚草が多い。日本の杉花粉症を含めて 世界の三大花粉症とも言われる。アメリカ合衆国における有病率は5から10%程度と言われる。豚草がほとんどとも言われるが、国土が広大なため、地域によって様々な種類の樹木、双方が問題になっているようである。北欧と同じく寒冷な地域であるカナダでは、川の木化の花粉症が多く、6人に1人という数字もある。 アジア太平洋地域では、文献的には、トルコやオーストラリアなどが40%以上という、異常に効率の有病率を示しているが、この数字には疑問が残る。実際には10から20%と推測される。世界的に見て、先進工業国ではおおむねアレルギーが増えており、花粉症も全人口の1から2割というところでは、ないかと見られている。いずれも、英語圏でなくとも、 あるいはヘイが原因ではなくともヘイフィーバーの病名が汎用されることがある。さらに、アレルギー性鼻炎全般をヘイフィーバーと代名詞的に総称することすらあるようで、あり、一般向けの病気についての解説等は、日本の感覚では疑問を持たざるを得ないことがある。現在は、牧草や芝生、雑草などを手入れ時期に患者が増加する傾向があるため、そう用いて、 グラスフィーバーと呼ぶ場合も多くなってきている。こうした日本国外の花粉症については、プロスポーツ選手の日本国外進出などに伴って、ニュースとしてよく目にするようになってきている。日本国内であれば、マスクや薬の入手は容易であるが、日本国外ではそうとは限らない。特に欧米では工事現場や病院等の特定の職場で働く人間。 もしくは余ほどの重病でない限りマスクをする習慣がないため、キーな目で見られるということもある。街角でポケットティッシュを配るなどのことも行われてはいない。その反面、日本では処方薬となっている第二世代コーヒースタミン薬が国によっては一般の薬店で買えるなどのこともある。しかし、それが自分の体質に合っているとも限らない。特にヨーロッパでは、 当地の伝統医療であるホメオパシーのレメディを勧められることもあるという。これらのことにより、花粉症患者が事情がよくわからない国へ訪れる場合は、シーズンを問わず、念のために自分に適した薬とマスク程度は持参した方が良いと言える。一般に、花粉症は極めて稀と考えられている、いわゆる南洋の島などに観光旅行に行った際にも、 原因不明の花粉症様の症状に苦しめられたとの情報もある。特に病院で高アレルギー薬の処方を受けている患者がシーズン中に短期の旅行を行う場合は、その効果を減弱させないためにも、旅行中も薬の服用を欠かさない方が良い。やや長めの旅行であれば一時中断しても良いが、帰国時が花粉症シーズンであるならば、 その数日前から予防的に薬を服用しておくと良い。これは初期治療と同じ原理である。ただし国によって使用が許可されている薬と禁止されている薬は当然違っているため渡航先の国がその薬の所持を許可しているかどうかをできるだけ事前に確認しておくことが望ましい。日本では普通に処方されていても当該の国や州では違法。 という扱いになっていた場合、よくて税関での没収、最悪の場合交流や逮捕、強制送還をされてしまう恐れがある。近年ではペットの花粉症も問題となっている。犬の花粉症は1998年に、猫の花粉症は2000年に初めて報告されたとされるが、人の場合と同様、それ以前から存在したと推測される。特に犬においては、 人のような微症状より毛が抜けるなどの皮膚症状が多く見られ、見た目にも悲惨な状態となることが多いと言われる。獣医師により検査や治療は可能だが、犬においては、人と違って、抗ヒスタミン薬が効きにくく、ステロイドに頼らざるを得ないことが多い。重症の場合は、厳監査治療が行われることがある。猫においては検査も治療も困難であると言われる。近年は、 こうしたペット向けのサプリメント類も販売されるようになってきている。2005年、文部科学省の第8回技術予測調査によれば、日本において重要な課題の第2位が、花粉症やアトピーなどのアレルギーを引き起こす、免疫制御機構や環境要因の解明に基づく、即時型アレルギーの完全なコントロール技術であり、これが実現する時期は2015年、さらに、 それが社会的に適用されるのは2027年であると予測された。ありがとうございます。